話題化または主題化は言語学において、形態的手段、文法的手段、あるいは音声的手段を用いて、文の一部の語句を話題として確立させる語法を指す。また、そのようにして作られた文は、話題加工文、主題化文などと呼ばれる。形態的手段とは、話題に話題マーカーをつける語法である。話題マーカーは、主題標識、主題マーカーなどとも呼ばれる。 文法的手段とは、話題を本来の位置から抜き出して、文頭に置く語法である。一般的に、話題は、急情報であり、どの言語にも、急情報は左、新情報は右に置かれるという語用論的原理があるとされる。言い換えれば、話題の提示は、文頭で行われるはずだということである。音声的手段とは、話題の発音を弱めにしたり、その後に小休止を入れたりする。 音調変化で、この三つの中では最も判別しにくい。携帯的手段を用いる言語は、文法的手段や音声的手段を伴うことが多く、携帯的手段なしで文法的手段を用いる言語も、音声的手段を伴うことが多い。音声的手段のみで話題化を行う言語もある。話題化に似たものとして、左方転移や右方転移と呼ばれる現象がある。転移とは、国が、 本来の位置から抜き出されて、文章内詞文。話題化工文とは区別されているが、言語によっては代名詞の省略が頻繁に起こるため、その判別は必ずしも容易ではない。以下は非文を示す。話題化のうち、特に文法的手段は移動の一種であり、しばしば不連続性を発生させる。不連続性とは、ある構成素や単語が本来存在する、はずの位置に存在しないために、 本来は、直接つながっているはずの木同士を公文キーでつなげようとすると、他の枝を横切ってしまう状況を指す。例えば、スボ型の言語において、同式のホブである王が話題化によって分頭に移動すると、本来のホブ位置は空白になる。これを、X バー式型で示そうとすると、王と V を結ぶ枝が、他の枝を横切ることになり、その同式は、不連続となる。 文訳を不連続にする語法としては、話題化の他に、ワットアワー移動、書き混ぜ、外置けなどがある。話題化は、世界の多くの言語で見られる現象だが、言語によって、方法や規則、制約が異なる。英語における、話題化は、基本的に高精素の作法移動で行われるが、主に口語では、右方転移で話題を示すこともある。英語で話題解読できるのは高精素のみだと、 されているため、話題化構文は、英語の構成素テストの一つとして利用される。構成素話題化も参照。ドイツ語の話題化も、作法移動で行われるが、主語以外の名詞句が移動する場合にはアクセントが付加される。日本語では、構成素または、その一部に、話題マーカーをつけるとともに、文頭に移動する。英語、日本語ともに、 複数の構成素を同時に話題化することも可能である。一方、ドイツ語では一度に一つの構成素しか話題化できない。スペイン語の基本語順は、単文の多くがそうであることからスボ型だとされる。また、話題マーカーも持たないため、スボ順で並んでいる文の主語が話題なのかどうか、判断しにくい。しかし、目的格の代名詞は、動詞の前に来るという SOV 型の側面も、 持っていたり、動詞によって主語との順番が異なることがあるなど厳密なスボ型だとは言い難い。従属説、関係説、疑問文などでは、主語が動詞の後に来ることなどから、動語の基本語順はボス型だとも考えられ、すると、スボ順になっている単文は話題加工文だという解釈も成り立つ。また、次の例のように、急情報を示す主語は、動詞の前、 新情報を示す主語は、動詞の後に置かれる傾向がある。話題は、旧情報なので、第一例は話題加工文だと考えられる。スペイン語では、動詞のコピー活用によって主語が示唆されることから、主語認証代名詞が省略されることが多い。そのため、作法転移と話題加工文の見分けが難しい。しかし、次のような文は、多重説の最下層にある。 目的語を文頭に抜き出していることから、話題加工文だと判断できる。日本語においては、女子、派が話題マーカーとして使用され、角マーカーの、が、お、のと入れ替わったり、から、で、となどについて、からは、では、とは、などという形で、様々な句や節を話題化できる。バラが咲くのは、クラスに来なかったのは、の、のは、保文マーカーである。所有格マーカーの、 のを含む例文は、分離話題化を参照。また、和という形になった、名詞句は代名詞と入れ替わったり、頻繁に省略される。例えば、彼が学生です。彼は、学生です。学生です。など。また、彼、学生です。のように、公語では無助詞になることが多い。ただし、日本語で話題化できるのは、基地情報であり、新情報を要求する。誰、何、 どこ、いつなどのワットアワー要素とともに、話題マーカーを使用すると非分になる。日本語の、はは、話題マーカーとしての機能以外にも、総称や対比を表す機能を持っているが、それらも話題化機能に含まれるという見方もある。また、協調を表すこともできるという指摘もある。なお、はが話題を示す際、その句には、強制が置かれない。朝鮮語には、という話題マーカーがある。 直前の子が死因で終わる場合には、母音で終わる場合には、が使用される。なお、が、話題句を表す場合には、強制が置かれず、強制が置かれると話題ではなく、対象を示すことになる。朝鮮語においても、一旦話題化された、名詞句が省略されたり、ワットアワー要素話題マーカーが非文になるなど、日本語と朝鮮語の話題マーカーにはいくつかの共通点がある。 例えば、誰は本を読んだを朝鮮語で書くと、次のように、やはり非文になる。ルーマニア語においては、目的語が話題化で文頭に移動する際、全知識、ポリエチレンが規制して、全知識になる場合と、そうでない場合があるが、後者は、ゼロ全知識を伴う、全知識だという捉え方もできる。ドイツ語、オランダ語、日本語、ロシア語、クロアチア語、朝鮮語など、 言語によっては、分離話題化という、構成素の一部のみを抜き出す、話題化も可能である。このように、名粛が分離する語法は、名句分離とも呼ばれる。分離話題化、名句分離の仕組みについては、ノームチョムスキーが提唱した、コピー削除アプローチが応用できるという解析も、ある。すなわち、文の仮想にある、名句のコピーが、上層に作られた後、 それぞれの一部が削除されるという捉え方である。また、部分的なコピーが行われているという捉え方もある。例えば、像は、花が長いや、柿料理は、広島が本場だは次のように解析することができる。なお、ドイツ語の作法移動は、名縮や前置縮などの古物を指すような項のみで可能で、動縮や形容縮は、作法移動できないという制約がある。また、 ドイツ語では、分離話題化で二つに分かれた要素は、それぞれ名詞句の形にならなければならない。中国語には、文頭の名詞句に対応する代名詞が、後方に存在する、左方転移行文と呼ばれる語法がある。このような代名詞は、祭日代名詞と呼ばれ、上海語や関東語の諸期公文でも見られる。話題化公文においては、文頭に移動した名詞句の元の位置は空になるが、 それも実は、ゼロ採術代名詞を含む、作法点移行文だとする考え方もある。逆に、話題化によって、空になった場所に、歳術代名詞が挿入されるという考え方もある。日本語においても、次のような歳術代名詞が見られる。英語における、話題化は、基本的に構成素の作法移動で行われ、移動後の構成素と本来の文頭の間にしばしば、コンマが挿入される。 また、こうよりも、深部の方が話題化されやすい。ここでは、英語における一般的な話題化の例を挙げる。いずれも、A が基本語順で、B が話題化公文である。太字は移動する、構成層を示す。第1例と第2例のように深部が移動するケースの方がより、一般的で、第3例と第4例のように項が移動するケースは、比較的少ない。なお、話題化される項は、 ザットや、ゾーズなどの指示限定詞が付いているものの方が、許容度が高く、不特定の指示対象を話題化しようとして、A ピッ z I want to eat のように不定感詞を付けると許容度が下がる。指示限定詞や定冠詞がかで、不定感詞が不可というケースは、右方点以降分にも見られる。この例では、ザットリファレンスが話題であり、下線部を座にしても非分にはならないが、A では非分になる。 英語の定冠詞と不定冠詞の違い扱い分けについては英語の冠詞も参照。次の例のように長距離の話題化も可能である。英語における話題化は Wh 移動と似ており抜き出すことが可能な構成素が共通している。以下の例ではそれぞれ A が規定構造 B が Wh 疑問文 C が話題加工文である。まず全知資産値が起こる例を示す。 ワットアワー移動に見られる島の制約は、話題化公文にも当てはまる。現代英語においては、交互でしばしばノット、ユードンとのように、否定時を伴う話題化公文が使用される。例えば、次のような会話がある。これは二重否定ではなく、単純な否定である。このような公文は、ノット話題化、ノットに導かれる話題は、ノット話題と呼ばれる。ノット話題化できる。 区範中は、名宿、形容宿、副宿、不死など様々だが、同宿は不可である。話題化公文の解析は、理論によって異なる。区構造文法によれば、文法的手段による話題化は、複雑な公文記の仮想から上層への移動であり、不連続性が発生する可能性が高い。一方、依存文法の構文機は、比較的平坦であるため、多くの話題化は、 不連続性を伴わず、単なる統治として捉えることができる。まず、定型同士を持たない単純な例を挙げる。これは、映画、スター・ウォーズシリーズにおいて、ヨーダがアナキン・スカイウォーカーに言うセリフである。ヨーダは常に統治的な話し方をするため、実世界の英語母語話者にとっては、容認度が下がる、可能性があるが、それでも非分ではない。それぞれ、B が、 ヨーダのセリフで A がその規定構造と思われる文である。上側の二つは、区構造文法の中でも比較的平坦で、文イコール同縮という考え方による公文、僕解析である。下側の二つは、依存文法による解析である。なお、依存文法では、定型同縮という構成素の存在を認めていない。この場合、どちらの解析においても、 枝が他の枝を横切っておらず、すなわち不連続性が発生していない。こういうケースは単なる統治とみなすことができる。次に、区構造文法の中でも比較的複雑な解析を示す。これは、定型動式を文の構成素として捉え、話題化は移動もしくはコピー削除だとする考え方である。移動、またはコピー削除という解析方法を用いれば、 単なる統治として説明できない分にも対応できる。しかし、この例では、ハブ、マッチツーラーンという同式に含まれるホブ名式、マッチツーラーンが、左方に移動することによって、主要部動詞ハブとの間に不連続性が生じてしまう。言い換えると、ハブとマッチツーラーンを直接、枝で結ぼうとすれば、他の枝を横切ることになる。移動以外には、蘇生浸透という理論もある。 これは、和大工は移動したりコピーされるのではなく、もともとその位置にあるのだという考え方である。それによると、和大工と、その統率詞がリンクされ、和大工に関する情報が、そのリンクを伝わり、統率詞に届けられることになる。ヨーダの、Careful You Must Be When Sensing the Future アナキンというセリフの前半部分を公文記で示す。A が、区構造文法、B が、 依存文法による蘇生浸透解析である。それぞれ、ケアフルの蘇生がまず上昇し、赤文字の接点を経由して、右方向に流れた後、B に加工している。話題化は長距離でも可能なので、蘇生浸透も長距離にわたって可能でなければならない。最後に、かなりの長距離に及ぶ蘇生浸透を依存文法ツリーで示す。ここでは、 話題草っちノンセンスに関する情報が赤い接点を伝い、その統率しスプーティングに浸透する。なお、これらの赤い接点にある単語は、ちょうど、カテナを成している。すなわち、少なくとも、依存文法においては、カテナと話題化は、無関係ではないと言える。ありがとうございます。